これ,これからお伝えしますいやー5周年ムービーヒストリーが公開されておりましたね 今回こちらの5周年を振り返るムービーヒストリーではなんとこれまでの鬼滅の刃とこれからの鬼滅の刃をお届けする内容が公開となりますと冒頭のナレーションで花江さんがそうおっしゃっておりましたでそしてね昨日公開されたこちらの映像ではなんと前編がでそして来週放送されるこちらの映像では後編が公開となりますなんで今週全部見 見せてくれないんだっていう感じなんですけども、えー、そんな感じでね、えー、来週5周年ムービーヒストリーの後編がいよいよ放送となりますと で、そしてそんな後編のパートではですね、これからの鬼滅をお届けするということで、いよいよ柱稽古編のテレビ放送に関する情報が解禁となります。はい。そしてそんな5周年ムービーヒストリーの続きであります、柱稽古編の新情報は、こちらの2月の24日の土曜日に放送となりますということで、めちゃくちゃ楽しみにして しているんですけどもまた2月の24日はですね鬼滅の刃遊拐編の特別編集版遊拐決戦編が21時より放送となりますのでそんな渦井天元 vs 牛太郎の放送後ですねフジテレビ系列にてムービーヒストリーの続きでありますおそらく新予告 PV が解禁となるでしょうといやー楽しみですね やっと放送日などが明かされるんでしょうかね。 さあ、そしてそんな柱稽古編の最新情報ですが、一体どんな情報が解禁されるのと、いうことで新予告 PV にて解禁される情報を見ておきましょう。まずはこちらからということでね、柱稽古編の放送日でございますね。いよいよ明確な放送日程っていうのが明かされてくるんじゃないかなと思っております。何月何日から放送開始と、しっかりと明かされて されてくるでしょうとえ何月から放送なんでしょうかねえ楽しみでございますさあそして続いてはですねえ柱稽古編の主題歌ということでえ今回主題歌に関してはえ以前にアーティストの発表がありましたがえその時 pv の発表 発表はなかったとということで音楽はね、まだ公開されていないんですよね。音楽の方はまだ劇場版でしか公開されておりませんということでね、さすがに主題歌を使った PV っていうのが発表されるのではないかなと思っておりますね。まあ、なので、 まあ、主題歌を使った PV っていうのが、やっぱり公開されるんじゃないかなと思っておりますね。いやー、早くみんなに新オープニングの良さが伝わってほしいなと思っておりますね。さあ、そして続いては柱稽古編の新規映像の公開ということでね、劇場版で第1話の公開があったので、たくさんの方はもう第1話の映像っていうのは知っておりますと。ならば、気になるのはどこまです 積むのか ということで、まあ、無惨との決戦の映像などですよね。え柱稽古編っていうのは間違いなくえ、無惨 vs 炭治郎のシーンまで進むので、えそんな映像のチラ見せがね、あったらいいなと思っておりますね。えどんな映像が公開されるのかえ、本当に楽しみでございますと。はい。ということでね、えそんな感じで2月の24日にえ、柱稽古編のアニメに関する新情報が開 最近されることが明らかとなりましたのでえ楽しみにしておきましょうえこれからの鬼滅の刃えどんな展開となっていくのでしょうかはいでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう